結構やっぱあるんですね、こうやって見ると。はい、皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。僕はですね、今ミニマリストとしてのライフスタイルを楽しんでるんですけど、何よりもミニマリストになるための第一ステップは物を捨てるんですよ。なのでよくネットでもミニマリストって検索すると、第一候補でミニマリスト断捨離っていうのがまず出てくるっていうのが、まあそういう理由だというふうに僕は思ってるんですけど、なので、その断捨離が難しいんですよね。はい、家族に止められちゃったりだったり、自分自身ですね、例えばこう卒業アルバムとか見た時にこれは捨てられないみたいな、僕も実際もう捨てる時はもうそういうのめちゃくちゃ抵抗感ありましたから。でもそういうのを聞くとですね、やっぱ断捨離ってなんかそんな悲しいものなんだとか、そういうことを思っちゃう方いらっしゃると思うんで、ミニマリストやって離婚しましたとか、ミニマリストをやって破産しましたっていう人は僕は聞いたことはないです。はい、まあそれはちょっと、まあ、経験談なんで言い切っちゃうんですけど、僕はないですね。はい、なのでミニマリストとしてのライフスタイルはもうおすすめしてるわけなんですけど、まあとは言ってもやっぱそのさっきの話に戻りますと、捨てるのが大変と、洋服使うかもしれないから捨てられないみたいな、まあそういったですね、悩めるあなたのためにですね、僕が実践を通しながら、ある魔法のキーワードですね、お教えしようと思います。この魔法のキーワードがあれば速攻捨てられるようになります。その後はですね、もう人間関係も仕事面もお金面も健康面ももうハッピーが待ってると、ほぼ保証できます。はい、もう2年やってます。2年以上ミニマリストやってて、ミニマリストやってるから悪いこと起きたみたいな、そういうことはもうないですね。ミニマリストになるためのファーストステップ、断捨離でつまずかないための魔法のキーワード、それをですね、今から実践を通しながらですね、大公開したいと思います。では行ってみましょう。はい、燃えるゴミと燃えないゴミを、持ってきました。今からどういう基準で捨てていくかなんですよ。はい、これが僕の、作業スペースというかになるんですけど、これは大事なものなんですけど、これはダメだ。で、次はですね、この中ですね。はい。まあ、これはとりあえず全部必要です。経費計上するときに必要なレシートなんですけど、これなんだろう。これ別にすぐ、例えばコンビニ行けばもらえるけど、でもやっぱ家に何個かあった方がね、やっぱ便利だと思うから、どうしようかな、まあ。コンサル生さんに領収書送ってたりしたんですけど、でももう使わないしな、でもやっぱあった方がいいかな。よっ。はい、でラストですね。ここは捨てるとこないな。よし、はい、はい、台所に来ました。これはもう絶対もう一生添い遂げる。これはあーでもこれ袋かぶってるんだよな。でもこれ便利だしな。まあ昨日ね、公開した冷蔵庫のこれ、妹からもらったイタリア旅行のお土産ですね。これ開けてなくて、でも飲むかもしれないからな。でこれが、昨日買ってきた100均で買ってきたプロテインシェイカーで、これがそれまで使っていたやつなんですけど、まあこれぶっちゃけもういらない気もするんですけど、でもこうやってなんかいろいろメモリとかなんかいろいろあるし、他なんか役立つ。これはヒューロムのこういうところを掃除するところなんですけど、ぶっちゃけ使ってないんですよね。でもなんか今後使えそうな気がするな。あ、これもそうですね。ヒューロムのやつです。はい、これもいらない。この中で不要なものはない。はい、ということで、断捨離が終わりました。まあこういう感じで、結構やっぱあるんですね。こうやって見ると。自然と溜まっちゃうんですよね。なので、ミニマリストである僕もですね、こういうふうに定期的に、断捨離はするようにしてます。でですね、先ほどお伝えした、断捨離をスムーズにする上での魔法のワードですね。迷ったら捨て
なんですよ。まあ先ほどですね、僕も実践を通しながらですね、今は必要じゃないけどこれから必要になるんじゃないかなーとか、せっかくもらったものだからちょっと悪いし、今使ってないけどちょっと捨てるのもったいないなーとか、いろいろこう葛藤をですね、シェアしたと思います。でも僕の中ではですね、そういう葛藤が発生するっていうことは迷ってるってことですよね。迷ったものは使わないというふうに教えてもらったんですね。なので迷ったら捨てた方がいいよ、どうせ使わないからみたいな感じで教えてもらったので、僕もですねそれを実践します。迷ったら捨てるっていうワードを覚えてるからこそ、あ、今自分迷った、はい捨てよっていう感じでもう速攻行動に移せるんですよ。はい。なので、このですね断捨離を、まあミニマリストになりたい、断捨離をしたいっていう方はですね、ぜひこの迷ったら捨てっていうワードをですねつぶやきながら断捨離をしてみてください。面白いほどザクザク捨てられると思います。で、この動画がためになったとか、もっと続きが見たいっていう方はですね、ぜひチャンネル登録とグッドボタン押していただけるとすごい嬉しいです。はい、ということで、今日も動画をご覧いただきありがとうございました。